ちょっと久しぶりになります、コブチャンネル。僕はちょっと日本のあの地球の裏側のブラジルまで先日までちょっと行っていて、ようやくあの帰ってこれたんで、YouTube をまた再開して、そのブラジルに関するいろんなビデオはまたそれはそれでアップされていきますんで、ちょっと楽しみにしててください。さあ、でその間にももちろんあのトライクワークスのカスタムは進んでまして、もう今最終段階の、まあ、ボディカラーを仕上げていったりとか、もうどんどん出来上がってきてまして、でさらにちょっと今回見ていただきたいのは、僕らの本気度をちょっと見ていただきたいなと思うのが、まあ、あの僕がブラジル行ってる間にこのトライクのリフトが、まあ、ゼロポイントまで埋め込む工事をしましたので、本当あのトライクがリアタイヤの部分もゼロポイントになって、まあ、これでどん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 安全にトライクがあのしっかり作っていけれるっていう状態を作ってきましたんで、まあ、そんなだんだんアップデートされているファクトリーからお届けしたいと思います。トライクワークスのこのフリーウィーラープラス TR フェイス、これエピソード、まあ、いくつか進んできて、今ご覧の通り、まあ、ボディがだんだん、まあ想像がつく流れまで色も入ってラインも入ってやってきました。先日それに合わせたゴールドのステッチのシートで、このシートもこのストレッチタンクにフィットする加工をわざわざして仕上げてあるんで、まあ、ストレッチタンクとシートの兼ね合いも、まあ、美しく仕上げれたかなと思ってます。であとは、まあ、間もなく来るフロントホイールを待ちながら、まあ、今ボディを最終で仕上げている段階で、あとおおよそのそういった配線処理とか、あの後ろのエアサスとか諸々の機能とか、そういった細かい部分はだいぶもう終わってきたので、僕らお得意の、まあ、ボディーワークをあとはもう仕上げて、で最終的にフロントホイールが来たらステッドして、これで全体的なカスタムが完成するような流れにまで来ました。実はちょっとそのカメラの後ろの方にもうちょっとカスタムする順番のあのトライクがどんどん今入ってきてる、あれ、まあ、ありがたい状況なんですけど、まあ、ここからどん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 、まあ、今まで見ていただいたようなトライクのカスタマイズが、そのお客さんお客さんの、まあ、カラーリングと、いろんなチョイスでそれぞれの仕様のトライクをどんどん作っていくと思いますので、またこういうメイキングをどんどん作ってくれたらなと思っています。でこのフリーウィーラー、あの、まあ、チンスポもあったり、まあ、いろんな、これだけのために作ったパーツもあるので、まあ、あとちょっとで、まあ、次の次ぐらいかな、その完成っていう、完成でちょっとエンジンかけて少し走ってるシーンなんかも撮れるんじゃないかなと思いますけど、このトライクの製作に関する、まあ、時間軸でいうと、実際、まあ、今いろんなコロナとか材料とか、あのいろんな輸送とかの兼ね合いで、やっぱり若干物が入ってくるのがばらつきがあるので、予想しているスケジュールでから少し遅れて完成するっていう、まあ、今状況ではあるんですけど、なんかそれもだんだん少しずつ改善してきてるなっていう感覚もあるんで、まあ、今後どんどん作っていく時には通常のサイクルでどんどん作ってくれたらなと思ってます。でポイントとしてはやっぱり僕らのワークスのフェアリングが、まあ、ちょっとこのリーゼントのねタイプの、当時あそこの全部のパーツを並べてた時がもうちょっと懐かしいんですけど、まあ、そういったパーツが全部塗られて、トライクワークスの独特のこの UBC ラインのツートンを全体に、まあ、後ろのトライクワークスの部分もやって、で今回はフロントがやっぱり26になるので、それにまつわる加工調整が23よりも必要だったんで、まあ、それが完成すると、まあ、元気よくもう走るマシンになるんで、まあ、あとちょっとなんですよね。今他のパーツはちょっとライン、僕もラインを張り込んだりとか、ペイントでツートンに分けてったりとかっていう作業をしてます。もうお客様にももう大体納車するようなスケジュールを伝
伝えながら、もう常にやっぱここがちょっと進みましたとか、シートこんな感じのステッチになりますよとか、もう常に今の時代っぽくちゃんと細かく報告しながら進めていけれてるので、かなり安心して楽しんでこのプロセスを一緒にお客さんと進んでいけてると思ってるんで、そこがね、なんか今の時代の楽しいとこじゃないかなと思いますけどね。で、僕らも一個一個やっぱり確認しながら進めていけれるし、そんな形で本当フロントホイールがもう間もなく入ってくるんで、次のビデオではもうリアのボディもはまり、こういったトライクワークス独特のロゴ類なんかも全部入っていく直前だよっていうような、今回はビデオになりますけど、このプロセスもこうやって記録することが僕らは後々なんか懐かしくていいかなと思いますんで、そんな形でトライクワークスの進行を今日はちょっと、ざっくりですけどご説明しながらビデオを回してもらってます。なんでそんな流れで、あと2回ぐらいで完成になりますんで、そこをちょっと注意しながら今からまた最初まで掘り下げて動画をちょっと見ていただいたりもしながら、この1台の完成の全ての動画をじっくり見ていただけたらなと思います。じゃ今日はこんなところで、続きお楽しみにしてください。ありがとうございます。